2022年2月24日に始まったロシアによるウクライナ侵略だけど、もう10ヶ月目となるね。ウクライナ国内におけるロシア軍の動きが、戦力を集中して制圧を急ぐ東部ドンバス地方のドネツク州では進撃が止まり、2月中に早々と占領して支配下に置いた南部ヘルソン州ではウクライナ軍に反抗を許している状況が伝えられ出したもんね。長期戦となって苦しいのは、どちらかといえばロシア側だもんな。ウクライナは各国からの支援で長期戦にも対応できるだろうし。さて今回は、ロシア側からのハイマースを破壊したとする主張をアメリカが否定したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、その中で、8月2日にロシアのインファクス通信が報じたところによると、ロシアのショイグ国防相が、ウクライナへの侵略を開始した2月24日以降、アメリカがウクライナに供与した高機動ロケット砲システムハイマースを6機破壊したと主張したとしているんだって。また、ロシア国防省もウクライナ北東部のハルキウにおいて、ハイマース2機を破壊したとする映像を公開していて、同国防省によるとその映像はウクライナが国営としているタービン製造工場に設置されていたハイマースを破壊したとしているんだけど、公開された映像を見る限りでは周辺に工場らしき建造物は映っていないばかりか、破壊の瞬間とされている映像でも何が破壊されたのかは判別できないんだ。また、ウクライナ軍などがこれまでに公開したハイマース発射シーンの映像では、ロシア軍のドローンなどによる探知を避けるためか、夜間もしくは白暮、夜明けなどの時間帯に発射しており、ロシア国防省がハイマース破壊シーンとして公開した映像が日中であるため、そのような時間帯にハイマースを使用したり移動したりすることはありえないと見る向きが多いよ。さらに映像を見る限りでは爆炎が上がっている周辺に、榴弾砲などの弾着痕が多数見られ、ウクライナ軍がロシア軍の野砲が届く距離にハイマースを展開することもありえないとされているな。この映像を公開した AP 通信においても、何が破壊されたのかは確認できないとしてロシア国防省の発表の信憑性には疑問符をつけているね。ロシア側が見栄を張りたいだけってことかな？やられっぱなしだと国権に関わるしね。ショイグ国防省によるハイマース破壊の発表については、その発表を受けた2日にアメリカ国防総省のトッド・ブレスシール報道官代理が、アメリカはショイグ国防省の一連の主張を承知しているが、それらはいつも通りの明らかな誤りであると否定した上で、事実は、ロシアによる残忍かつ犯罪的な侵略からウクライナを守るために、アメリカとその同盟国などが提供した数多くの精密ミサイルシステムをウクライナ軍が上手に活用していて、戦果を上げていると述べているよ。これまでにロシア側は、盛んにハイマースを破壊したと主張しているんだけど、決定的な証拠となる映像や物証などは全く示されておらず、破壊したとの主張はあくまでロシア国内向けのプロパガンダであろうと見られているんだ。インターネット上では、ロシア側が躍起となってハイマースの撃破を喧伝している様子から、ロシア軍がこれらのアメリカやその同盟諸国から供与されている兵器によって苦しんでいる証拠であると見る声が多く挙げられているぜ。ウクライナへの侵略を開始した当初は、戦車や戦闘機、あるいはドローンなどの供与に対して牽制するコメントが多く発信されていたが、ここ1ヶ月ほどはハイマースに関するものがほとんどだからね。7月25日にポーランド国防省装備局のプワテク報道官が、ウクライナに対して旧ソ連製の戦車 T-72 を200両以上と、台数は明らかにされていないんだけど、T-72 をポーランドが独自に近代化させた PT-91 とファルデイを供与したことを発表しているよ。またウクライナのレズニコフ国防相が、同日にドイツから自走対空砲ゲパルト3両が届いたことを明らかにしているんだけど、このポーランドからの大量の戦車供与やゲパルトの供与に関しては特にコメントが発信されていないんだ。このことからもロシア側がハイマースに神経を尖らせているのが見て取れると指摘されているな。しかし、ウクライナ軍においては何もかも他国からの兵器供与に頼っているわけではなく、東部戦線でロシア軍の攻勢が停滞する中第2の都市ハルキウに迫ってきたロシア軍部隊を、
旧ソ連時代に開発された多連装ロケット砲による攻撃を加えて押し返しているよ。ハルキウ州の知事が SNS に発信した投稿によると、ロシア軍が自国内からハルキウ市をミサイル攻撃して民間の施設が被弾したほか、ロシア軍部隊がハルキウに兵を進めようとしたんだけど、ハルキウを守るウクライナ軍第127領土防衛旅団が、旧ソ連製の 122mm 多連装ロケット砲グラートをベースに改良された自走式ロケット砲で撃退したみたい。第127領土防衛旅団の司令官は、ウクライナの戦士たちが、祖国を侵略した悪から欧州と全世界を守っていることを世界中の人々が理解する必要があると述べて、西側諸国からのさらなる重火器の供与を要望したとも伝えているよ。そもそもウクライナには旧ソ連時代から戦車工場や軍用機工場、軍艦の造船所などが数多くあって、軍需産業の中心であったのであるから、それらに対するロシアによる弾道ミサイル攻撃を受けて損害が出ているとはいえ、兵器の製造や修理などは造作もないことであり、ウクライナ自身が保有していた旧ソ連ロシア製兵器の新規製造や、国内に放棄されたロシア軍の戦車などの装備品を修理して使用しているのは間違いないな。ただ、それでも全てにおいて数で圧倒してくるロシア軍に対しては、兵力はともかくとしても装備品もまだまだ不足していると見られているぜ。アメリカは侵略が始まって以来、総額で88億ドル約1兆1180億円もの多額の兵器支援を行ってきたんだけど、8月5日にロイター通信が伝えたところによると、アメリカの政府関係者などからの情報として、政府が10億ドル約1350億円規模の支援を実施するというんだ。アメリカ国防省では8月1日にウクライナに対して8億2000万ドル約1100億円の軍事支援を発表しており、地対空ミサイルシステムナムサス2機、大砲兵レーダー4機、155ミリの砲弾15万発、ハイマースのロケット弾などが含まれていたんだけど、5日に報道された支援内容は、これまで16両を供与してきたハイマースの追加や、ナムサス向けの砲弾の追加などが含まれるとされていて、8日にも正式に発表される可能性があるとしているね。このようにウクライナ軍の戦力が日増しに充実しつつあることに対し、ロシア軍によるウクライナ各地へのロケット砲やミサイルなどによる攻撃は逆に日増しに減りつつあり、南部のムイコライウや東部ドネツク州などで散発的に学校や商業施設などが狙われているぜ。このロシア軍の散発的な攻撃に対して西側のメディアの中には、ロシア軍が東部ドンバス地方の完全掌握という目的を、より幅広い目的に切り替えたことを示すものと見る向きがあるんだけど、軍事専門家などからは、ロシア軍が軍事施設を標的にせず民間施設に対して攻撃を加えているのは、供与された防空システムによりウクライナ軍軍事施設の防空体制が整いつつあり、国民の戦意喪失を狙ったミサイル攻撃に切り替えざるを得なくなったのではないかとの見方が出ているんだ。また、東部戦線の地上戦においてもロシア軍の進撃がほぼ停止していて、ウクライナ軍の参謀本部から8月3日に東部ドネツク州の最新の戦況について発表があり、バフムート市の西側にある村落に迫ったロシア軍をウクライナ軍が押し返し、北方と東方から包囲するように進行してきた部隊も押し返しつつあるとしたほか、アウディーユカ市にも迫ったロシア軍部隊も大きな損失を出して後退したとしたよ。参謀本部によると、ウクライナ軍は東部から侵入してくるロシア軍を標的にした反撃が可能な体制にあり、ハイマースなど強力な火砲攻撃でそれらに損害を与え、撤退に追い込んでいるとも主張しており、東部戦線においてはロシア軍の損害が大きく膨らんでいるものと見られているんだって。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。